さあ、汗出てきました。いいよ。ここはね、森の滑り台がある、大きな川の自然の滑り台がありますよ、後で。入りたいな。猫暮らしのスリッパ。またこ、食べて早く行きたい。食べて早く行きたい。はい、気をつけてな。うん、いいよ。抜かさないで、さあ。せや、せや、あんたが遅いん。せや、抜かすぞ。両手で持たな、向こう手持って。急いで。大丈夫や。持ってるからって。大丈夫でもいいじゃん。いけるいける。俺いけるやん、上手。いけいけ、いけいけ。せいやったやん。せい早いな、せい。リオもう来たん早いな、リオ。おもろい。チンオリオも行ったよ。はい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 。次やっていいよ。せー。やっほー。シンモ。うまい。え、それなしでいけんの？いい。いい。おいで。おー、早い早い。滑り台ね、滑り台。うん。反対行ったらダメやから、危ないから。はい。いや、リオ緩すぎやろ、回りすぎやろ。いい、面白い。いい、じゃあ押してあげてんねや。あ、そうなん、そうなん、楽しいかなと思って。誰がおばあさんに言うの。ブランコあった？あった。めっちゃ暑いな、今日。今日すごい、いきなりそんな行ったら座ったまま、うん、なんかさっきからずっと待っとうで。そりゃ着いていいよ、もうどうせ働いて後でプール入んやろ。うん、いいよ、もう後でまた着替え持ってるから。うわ、すごっ、お前ひっくり返んで、一周回ってまうで。立ち漕ぎでいいと思う。なあちゃん、怖くないやん、一個も怖くない。なんで、なんも怖くないやん。いや、せいやらしたってよ。せいまでやってないから。ずっとやってるけど。そうやで、なんか勝手に泥水とかはまっとんねん。一人で今行ってドロドロやろ。工事現場で働いたんちゃうで。いや、シン自分勝たんで帰ってきたら。もうそれぐらいでいいんちゃう。はい、リオンのノートかかったって。はい、はい、ノート行って。止めたらな。止まれ。次シン乗ったらいいから。押してほしい、押してほしくない。置いて、全然いいよ、焦げへんのか。シーン空いたから行っていいで。行った。なんかめっちゃ濡れてるし。せやねから。プール入るからいいんちゃう。なんかリレも同じやで。シーソーせえへんの？シーサー、シーサー、シーサー行く？シーサーじゃないで、シーサーじゃないで。いいやん、双子で、双子でやっとうやん。できんの？不正ルールわかったやん、すごい。なあ、双子でやっとうやん。急に降りるで。せいが急に降りてるよ。どうなんで、多分。しんとなおもやる。しんちゃんがめっちゃ甘い。でもちょうどやん。しんちゃんが甘い。めっちゃいいやん。じゃ蹴ってるから OK。 でもどうだったらほら見て。いいよ、楽しそう。え、なんかすまへん。バランスが合ってないやな。蹴ってなかった。いい感じ、いい感じ。せい、いえ、いえ、いえ、双子。
せイエーイ。さっき滑り台でちょっとな、バチャンとはまって怖かったよな。ついてさっきの100均に買ったやつやな。なお何探してんの？冷たいになれたな。すごいしんちゃん、上、なん。せー、イエーイ。動画やで。やっぱり、はい、キリンビールの工場見学に来たよーやな、うん、もう終わったけどな、うん、あのな、中動画撮られへんかって、中動画ダメやったから、はい、様子教えて、どうなかった、教えて。なんか、うん、ジュース、キリンビール飲んだ。そうやな、キリンビール飲んでない、それ捕まるわ、アウト。キリン、キリンレモンな、キリンビール飲んだら捕まるから。キリン、あれ、キリンレモンもらったりしたな、うん、な、リンゴジュースもらったな、お菓子もな。え、なんでよ、二十歳まで飲まれへんからお酒ダメやねん。そっか、そう、子供飲んだらあかんねん。なんか説明とかして、あの、なんかコミみたいなの苦かった。あ、苦かった。小麦食べた。小麦食べた、うん、行こうか。楽しくなかった？楽しかった。ほんまに全然楽しくないはず。子供が来ても楽しくないはずやねんけど、楽しかったもん。ちょっとしか楽しくなかった。自分ずっと嫌そうやったもんな、顔な。ずっとふてこい顔しとったもんな。はよ帰りたい顔ずっとしとったもんな。楽しかったっしょ。はい、一人、はい、楽しくなかった人。あ、二人楽しい、はい、楽しくなかった人。なお、どっち楽しい、楽しくない？楽しかった。あ、楽しい、楽しい。3。じゃあ今からその代わり楽しいとこ行こうか。うん、な、うん、わー、すごい。さあ、到着しました。ここはどこですか？フルーツパーク。フルーツフラーパークのキノコ王蔵って言います。王蔵ちゃうで、王様。そう、王蔵でございます。王様。リオ、ここのホテル泊まったことあるの知ってる？何回か。知ってる。あ、覚えてんの？うん。はい、渡ろう、手あげて。はい、足上げて。足上げたらあかんねん。パンジー。なんて、なんて？チンパンジー。いや、パンジーや。チンパンジーちゃう。触らないでとか書いてない？何も書いてない？触らないでとか。あ、じゃあ触っていいよ。待って、注意書き書いてる。ワンチャン連れの、あ、関係ないな。あ、ゴーカートできますよやな。ヤンキーや。タコ乗りすな、タコ乗りすな。めっちゃハンドル切るやん。めっちゃ峠走るやん。ハチみたいやん。まーんかーやん。まーんって鼻ほじってるやん。お姉さんですね、オープンカーやからごつ焼けてます ね、はい、はい、健康ですね。お、ブーンってしてるね。暴走族や。パラリア、パラリア、暴走族。暴走族や。暴走族や。え、動画やから。動画やから。今から何見る？パラリア。違う、パラリア、暴走族。お猿の？そう、お猿のショーです。お猿が竹山乗ったり、階段飛んだり、な、走ってピョーンって越えたりするやつに。え、なんて？いや、あんたらが猿なっとるやないか。あんたらが猿なっとるやないか。リオ、自分で今日コーディネートしてんな。西野カナみたいな巻いてるやん、なんか頭に。なあ、なあ、ずっと前から巻いてましたよ、な。なあ、震えてる、震えてる、会いたくて震えてる、震えてない。ちゃうねん、まっすぐ帰って、どこ行くね、どこ行くね。リオ、西野カナだけに、道案内の取説がいるな。はい、ありがとうございます。お猿もうすぐ着くよ。お猿のショーな。お猿のショーない。二次分裂してやん。構想が起きてるやん。さあ、お猿さんのショーですね。お猿の色なんだろう。前とお猿がどうなってるかな。ご飯、私は
皆さん、お猿のショーはどうでしたか？楽しかった。楽しかったな。お猿の名前何やった？アイ。そう、アイ。友達か、お前。アイちゃん。言ってんの。マブダチか、アイちゃん。正解。じゃあ、お猿を操ってたトレーナーのお姉さんの名前は？ゆうかさん。あ、ゆうかさん。ゆうかさんやった？ゆうかさん。ゆうかさんやったかもしれんな。たぶん。よう覚えとんの、すごいな。ゆうかさん。ほんま。お猿の技、何が一番すごかった？竹馬大きい。あれすごいな、竹馬な。あとなんかあの階段距離が、うん、階段の階段ジャンプの距離がすごかったな、うん、竹馬すごいのが途中からかぐや姫出てきたらどうしようかな思ってびっくりしたわ、かぐや姫出てくるかよなお菓子食べる人、はい、はい。それではみんなで今から水遊びをしましょう。おい、何なんか光ってる。光った。何これ、お宅のペンライトみたいな。アイドルの応援みたい。何これ、あ、アイドルの応援や。アイドルの応援しています。見せて、見せて。わ、すごい。見せて。おー、でも消したら、お、うわー、ちょっと、あ、オタクの応援、オタクの応援、オタクの応援。あ、オタクの応援、オタクの応援。あ、オタクの応援、オタクの応援。頑張れー言って違う。オタクやん、オタクやん、オタクやん。え、なんか電気ついたら止まるな。はい、え、誰もやってない。あれ、え、あ、誰もやってない。あれ、止まってる。え、なんか動いててんけど。あれ、あ、あ、絶対オタクおる。あ、止めたろ、電気ピ。あれ、誰も動いてない。あれ、え、はい、え、今動いてたんじゃん。え動いとるやないかい。もうええっちゅうね。さあ、着いたよ。はい、今日どこ行くの？今ここはどこ？なんで工場見学の過去ちゃうやろ。工場見学に行く前になんと時間が余ったので、海水のプールに来ました。イエーイ、はい、一瞬捕まったかと思う。捕まるか。で、ここは去年までも楽しかったのでリニューアルして中のアスレチックとか遊具とかが楽しくなってるようなので行ってみましょう。イエーイ。で、それを遊んだ後に暑くなったら外に出てプール。あ、それ工場見学だからここじゃないって。どんだけ工場好き。もう今日から工場長って呼ぶな。工場長。はい、駐車場から一歩出るとプールです。これは無料で遊べる海水プールです。で、建物の中に遊ぶアスレチックやゲームがあります。さあ、どっちを先にしたらいいと思いますか？はい、違う、プール、ゲーム。そうだって、プールでびちゃびちゃになったら中濡れたら迷惑やから、ゲームをちょっとして、さあプール行こうってやります。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、どう、いいな、楽しいな。舐めないから、なんかポンだった。君やってんね、君やってんね。おしんさん、何さよー。わからん、何かわからん。お、そんなことった。いいね、いいね。まあ、どうもよ。気をつけて降りるの。ジャンプしております。そう、飛んで。あ、ほんか。これよくわかんないです。お、なんか、これすごいな。お、お、顔、お前ら顔。そんな魚降りそう、そんな魚降りそうやけど。顔、普通やん。赤ちゃん向けのゾーンじゃ、子供向けやねえ。ケンカ、お、すごい、すごい。ちっちゃい頃から危ないんだよな。ちっちゃい赤ちゃんとかおるとこであんま走らんとってな。おらへんとこはいいけど、おるとあっちとこおるやんか。おるとこはやめといてな。赤ちゃんが怖いんだ。赤ちゃん、出ていけって。赤ちゃん、出ていけって。あれ、あそこ取って
そうだ、出ないケージは見たね、あれさん。あんたよ、ちっちゃな子に文句言われるな。あっち行けよ。はい、じゃあ次お膝まで入って、はい、もらうわ。お次お膝、お膝まで入って、お膝。気持ちいい。気持ちいい。結構ぬるいやろそれ。海水やからぬるいやろ。はい。楽しい、楽しい。楽しい。楽しい。いや、メガネ外しとく。マリオちゃんメガネ。外しとくか。なあ。いいやん、楽しそうやん。わゴムってゴーグルのことわゴム、わゴムちゃうし、ゴーグルやろ、わゴムちゃうから、ゴーグルないねん。皆さん上がりましたね、うん、どうでしたかプールは、海水プールは。楽しかったです。プールやのに海の水の味がしたやろ。うん、飲んどるね、飲んどるね。今から、そして次は朝日ビール。ビール飲むか。工場見学。朝日ビール飲むか。工場見学。一緒はダメよ。朝日飲料ですね。三ツ矢サイダーとかもらえると思います。上販売に自分で好きなやつを選んで押せると思います。きれい。なんかどういうことや、なんかあるってどういうことや。あるやろ、なんかあるんって、そんなんもないとこ逆にないやろ。なんかあるん、あるに決まってるやろ。なあ、行ったら何もありませんでした。運動場だけでした。なんでやねん。なんでやねん。はい、着いたよ。どこ、ここどこですか。パン屋。パン屋ちゃうわ。わざと朝日の工場です。じー動画だから。はい、中行こう。はい、レッツゴー。さあ、これ、ここ来て、これ。はい、これ、はい、入って。自分が映んねんね。自分の顔とか映るのに行って。自分の顔とか映るから。はい。映らへん。映る、映る。シュワ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 。怖っ。いや、泣き切るやん、おい。お前出てるやん、お前泳いでるやん。怖っ。怖っ。赤ちゃんみたいな感じやん。怖すぎ。ちょっとあれやな、TikTok で加工された顔みたいな出るやん。死んだらけや、死んだらけ。写真撮ったら流れます。サイダーナオは、いや、ナオやん。いや、じゃあナオやんか。いや、メガネのサイダー、メガネのサイダー、氷でかっ、氷でかっ。あ、いいやん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 。あ、いいやん、あ、いいやん、なんか可愛いやん。誰やねん、誰やねん、これサイダー、誰やねん、これ。気持ち悪い、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 気持ち悪い。あ、いや、メガネガンダル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 。おいしい？おいしい？乾杯、イエーイ。おいしい？3人で乾杯しよう、3人で。おいしい？おいしい？ペロペロ、ペロペロ、ペロペロ。どんなの見たかな？おそいな。おれながらはやんない。うつされへんの、うつされへんの。先にうつされへんの。
さあ、工場見学はどうでしたか？めっちゃ精神面白かった。楽しかった。楽しかった。楽しくなかった。楽しくなかった。怖い。楽しかった。楽しかった。あんまり楽しくなかった。自分もね、自分もなんか何でも多動で動きたがりやもんな。もうじっと話聞くの大嫌いやろ。な、話聞くの大嫌いやろ。な、もう絶対あれやもんな。もう9歳ぐらいになったらグレってヤンキーなもんな。誰がやねん今の。人の話聞くの大嫌いな人。はい。話聞くの好きやろ。うん。でも面白くなかった。面白かった、ちょっと。面白くなかった。面白くなかった。楽しいけど好き。面白かった？うん。優等生やな。面白かった？うん。ほんまかいね。ジュースもらえたからやろ。面白かった？うん。あんまりやった。半分ぐらい。でも、あの、写真撮って自分がサイダーになって流れたりとか、うん、さあ。あれ、楽しかった。あ、面白かったやろ？うん、楽しかった。それは楽しかった。それはて。あと、ジュース2回最後もらえたのは？嬉しかった。嬉しい。はい。では終わりです。はーい。バイバイ。バイバイ。帰らへんかな。